ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は語り継がれる伝説の怪犬4選を紹介したい。怪犬って結婚怪犬とか離婚怪犬とか？それは芸能人とかもともと有名な人たちの話だろ。今回紹介するのは怪犬を開いたことによって思わぬ方向で有名になってしまった人たちだ。それって私も知っている人たちかしら？世間をお騒がせしたからな、多分知ってるはずだ。気になるわ、教えてちょうだい。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目は2014年4月9日に会見を開いた、理化学研究所の小保方春子さんだ。この人なら知ってるわ。確かすごい発見をしたのよね。スタップ細胞な。そうそうそれそれ。ところでスタップ細胞って何？霊夢にもわかりやすく説明すると、細胞というのは心臓とか脳とか将来何になるか決まっているんだ。その細胞に科学的な刺激を与えると初期化されてどんな組織にもなれる能力を持つ、これがスタップ細胞だ。すごいじゃない。2014年1月に科学誌、ネイチャー電子版に論文が掲載。再生医療に大きな期待ができると話題になったんだ。2012年にノーベル賞を受賞した山中教授の iPS 細胞に比べて、簡単に短時間でできるということも注目された。毎日メディアで盛り上がっていたのも納得だわ。こういった活躍は男性が多い印象の中で、若い女性の小保方さんは理系女の星として、一躍時の人になったぜ。白衣ではなく、割烹着で研究する姿もテレビやマスコミ的には話題性のある素材だったんだろうな。でもあんなにちやほやされてたのに、いつの間にかバッシングされるようになったわよね。論文に不正疑惑が出てきたからな。どんな不正が疑われたの？論文のコピペやデータの捏造などが指摘されたんだぜ。他にも画像転用や不自然な点が多いと問題が出てきた。小保方さんは一転して疑惑の人に転じてしまったんだ。さらに検証するため、他の研究機関で小保方さんの通りに実験を試みたが、スタップ細胞ができることはなかったんだ。え、じゃあスタップ細胞はないの？ということで開かれたのが例の会見だ。記者にスタップ細胞はあるのか、と質問され、スタップ細胞はあります、と答えたのは有名だ。そのシーンは私も見たわ、何度も流れていたわよね。スタップ細胞はあります、はその年の新語、流行語大賞にノミネートされたほどだからな。そこだけ切り取られて何度も流れたんだろうな。結局スタップ細胞はあったの？なかったの？小保方さんは200回以上実験に成功していると会見で言っていたが、有識者や専門機関によれば短期間で200回というのは現実的な数字ではないそうだ。なんだか雲行きが怪しくなってきたわね。小保方さんは一貫してスタップ細胞はある、という姿勢を崩すことはなかった。だがその後も再現実験や論文の不正調査でどんどんと不利な状況に追い込まれていった。まさに窮地に立たされちゃったのね。小保方さんは陰謀論を唱えたりもして、批判派と擁護派がいてさらに世間の話題になったぜ。結局、小保方さんはどうなっちゃったの？論文は撤回されて博士号の学位も取り消し処分になった。そして理化学研究所を退職した。これだけ世間をお騒がせしたらもう研究の仕事にはつけないわよね。表舞台から姿を消した小保方さんだったが、騒動から約2年後の2016年1月、あの日、というタイトルで著書を出版する。25万部のベストセラーで印税は3000万以上だとか。すごいわ、転んでもただでは起きないのね。あの日ってことは文字通りあの日のことなのね。その年の5月には婦人公論に瀬戸内寂聴さんとの対談記事が掲載。2018年5月には週刊文春の原色美女図鑑というグラビアページに登場していずれも話題になった。世間はまだまだ小保方さんに興味があるのね。今は何をしてるのかしらね。現在は都内の完全予約制の高級洋菓子店でパティシエをしているらしい。研究員時代からスイーツ作りが得意だったそうだ。意外だけど第二の道を見つけられたならよかったわ。次は2014年3月7日に会見を開いた、佐村郷地守さんだ。この人、誰？この人が会見場に登場した時、ほとんどの人が霊夢と同じ反応をした。もしかして全然違う別人が来ちゃったとか？本人には間違いないが誰も気づかないほどの別人だった。それまでみんなが見ていたのはこっちだから無理もない。わわ、確かに別人だわ。でもこっちの人は見たことあるような気がするわ。何してる人だっけ？佐村郷地守さんは耳が全く聞こえない全聾の作曲家。
NHK で、日本が涙、耳聞こえぬ作曲家、奇跡の旋律、と番組で紹介され大反響を呼んだ。交響曲第1番広島は高く評価され、各局でも特集を組んだり大注目されるようになる。だから見たことがあったんだわ。でも耳が聞こえないのに作曲ってどうやって？絶対音感があって脳内で楽譜を作り作曲するそうだ。常に激しい耳鳴りのため大量の薬を服用し、強い光もダメで暗い部屋で過ごしサングラスは必須。ピアノで酷使した左手は使えない、杖もマストアイテム。彼は現代のベートーベンと称されるようになる。そんな過酷な中で生み出された音楽は感動するはずね。そのはずだった。しかし彼にはゴーストライターが存在したことが発覚。本人もそれを認めて例の謝罪会見を開くことになる。がっかりだわ。伝説というのはビジュアルのビフォーアフターのせい？それも多少あるかもしれないが、もっと大きな伝説がある。何があったの？気になるわ。佐村豪一さんは話すことはできるが耳が聞こえないので、記者からの質問は手話通訳がいるわけだ。ところが記者からの質問に即答してしまった。記者がまだ手話通訳は終わっていませんよ、と言うと会場にどっと笑いが起こる。そういうふざけた態度はやめてもらえませんか、と逆切れし、質問は以上で、と勝手に打ち切り発言。これは間違いなく伝説だわ。実は耳が聞こえるんじゃないかっていう疑惑もあった。会見では真実をお話しします、と言っていたがカメラ50台以上、報道陣300人の前で真実を語った。中継なので国民の前でも真実を語ったことになる。皮肉よね、もしかしてサングラスとか杖とか全部嘘だったの？売り出すためのキャラ設定といったところだ。それにもともと虚言癖があるらしいからな。会見でも終始、ゴーストの新垣さんに非があるような被害者的な言い方をしていたぜ。一方、ゴーストライターだった新垣隆さんは一足早い2月5日に会見を開き、真摯に謝罪していた。この人も知ってるわ。頼まれると断れないという性格の新垣さんはゴーストも引き受けてしまったようだが、その後バラエティ番組に引っ張りだこでどんなオファーも断らず受けてくれた。しくじり先生にも出ていたわ。ところで佐村豪一さんはその後、どうなったの？全国ツアーは中止で相当な額の賠償金が発生したそうだ。最近はプロレスの入場テーマの楽曲提供をしたらしいが、もう表舞台はこりごりだそうだ。でも伝説は残せたわね。次は2007年12月10日に行われた、千葉吉兆の雪喜朗社長と母親の雪咲子取締役の会見だ。伝説って言うけど聞き覚えのない名前だわ。名前は知らなくても呼び名を聞けばみんな知ってる。その名も囁きおかみ。ああ、それなら知ってるわ。文句なしの殿堂入りだわ。囁きインパクトが強すぎて何を謝罪したんだっけ？食品偽装だ。千葉吉兆は高級料亭で千葉本店、大阪、福岡に店舗展開。販売していたスイーツの消費、賞味期限の偽装が発覚。パートに売れ残り分のラベルを貼り替えるよう指示していたが、これがバレるとパートの独断と責任を丸投げ。ひどいわ、パートさんにもスイーツにも謝ってほしいわ。これは後にパートさん4人が記者会見をしているぜ。偽装はこれだけにとどまらず、和牛を田島牛、ブロイラーを自撮りと偽っていた。これもバレると今度は業者が偽装したと責任を丸投げ。とことん丸投げ体質なのね。こうなるともう止まらない。無許可で梅酒を販売、客の食べ残しの使い回しが発覚。天ぷらは揚げ直し、魚は焼き直し、刺身は盛り直し。これが一人当たり3万円の料金というから驚きだ。ぼったくりにも程があるわ。警察の家宅捜索、強制捜査が入り従業員や業者の証言に対して全面的に否定して丸投げ体質を貫いたが、農林水産省の調査で矛盾を指摘され関連、関与を認めた。それで例の謝罪会見を開くことになったのね。息子の雪社長は緊張のあまりしどろもどろ。隣で母親のおかみが、大きい声で、目を見て、責任逃れの発言をしてしまいました。と、ウィスパーボイスで囁くのが丸聞こえになった。これが囁きおかみと言われることになったのね。息子の方もマザコン社長って言われてたわね。この後で息子の方は、なんであんなこと言ったんだ、とブチギレてたらしいぜ。おかみはマイクの性能を甘く見ていたと反省したとか。さらにおかみは客の食べ残しではなく、手つかずのお料理というようにマスコミに要請したからすごいぜ。この人たちその後はどうなったの？
その後はキャンセルが相次ぎ客離れが止まらず、2008年5月に8億の負債を抱えて廃業、経営破綻した。女将も自己破産して自宅も差し押さえられた。料理を使い回すって聞いたらそうなっちゃうよね。囁き女将は現在マンションで年金暮らし。囁かれた長男は飲食業界とは異なる仕事をしている。次男の雪正治さんは経験を生かし飲食コンサルを始め、その後は飲食店を3店舗開業しているそうだ。伝説の会見の鳥を飾るのはやはりあの人かしら？視聴者の皆さんもお気づきだろう。2014年7月1日の元兵庫県議会議員の野々村雄太郎さんの号泣釈明会見だ。これは多くのお笑い芸人が嫉妬したと言われているわ。一瞬で爆笑をかっさらっていったからな。各所でネタにされ、コラ画像もいっぱいの人気者だ。この伝説が塗り替えられることはないわね。皆さんご存知だと思うがご本人と会見についてご説明。会見で、やっと議員になったんです、と言ってた通り、4連敗の末に2011年、無所属、西宮維新の会で最下位ながら悲願の兵庫県議会議員に当選した。あれ？維新の会って聞いたことあるわ。確か橋本徹さんが知事だった時にいたところだよね。それは大阪維新の会な。名前が似てるだけで、西宮維新の会は何の関係もない。ちなみに類似名称の規制は特にないんだ。だから橋本さんの人気にあやかったんだと言われている。そしてこれこそが当選の最大の理由とも言われている。あざといわ。こうして県議になれたのに不正が発覚する。1年間295回、日帰り出張をして政務活動費として、領収書もなしで301万円を支出していたことが大問題に。そこで伝説の会見を開くわけね。最初に、暴言や恫喝など私が怖いな、と感じた時点で会見は打ち切りにさせていただきます。平常心を持って質問してください。と、言っていた本人が一番平常心を持てなかったという人だ。なんか急にスイッチが入ったわよね。本人は潔白を主張していたが記者から、潔白ならなぜわざわざ会見を開いたんですか？と聞かれて泣き叫び、野々村劇場が開幕した。びっくりしたわよ、気が高ぶっちゃったのかしら？それともパニックになったのかしらね。中学の頃からスイッチが入ると急に切れ出すことから、ホッサマンと呼ばれていたらしい。そしてホッサマンは高校、大学、市役所時代も健在だった。だからこの日もある意味、通常運転だったということだ。うわぁ、この人市役所で働いてたの？ちなみに西宮市役所時代の野々村さんがこちら。あれ？髪の毛が、ここでも不正が？そこは許してやれ。から出張の件はどうなったの？最終的には、他にもクレカの利用明細偽造なども含めて1000万近くを政務活動費として計上していたことがわかり、詐欺及び虚偽公文書作成の容疑で起訴され、懲役3年執行猶予4年の有罪判決になった。今はどうしてるのかしら？親のすねをかじって引きこもり生活をしているそうだ。近隣住民からは夜な夜なホッサマンの泣き声のような奇声が聞こえるとかで怖がられていると話題だ。社会復帰は難しそうだぜ。気になったんだけど、囁き女将以外の3人は2014年に会見を開いているのね。これって動機？よく気づいたな。2014年は豊作だと言われているぜ。そしてこれからも語り継がれていくはずだ。みんなキャラ濃かったものね。また濃いキャラがいたら紹介してちょうだい。それじゃあまた見てね。